皆さんこんにちは、ジキマウンでーす。いや今日はね、私初めての夜ご飯皆さんと一緒に食べたいと思います。本当に酒飲まないんだけど、今回こちらお供にご飯食べていきたいと思います。照り焼きチキン作りました。マジお酒久々すぎる。しかもすきっぱらだからやばいかもしんない。乾杯。マヨネーズつけて、うまっ。私ね、マジで超酒弱いの。今さ、ちょっと飲んだぐらいでもう結構アルコール感じてるもん今。もうマジでか、飲まないから本当に日頃。マジで周りにいる友達もお酒を飲むような友達がいないの。うまっ。やばい、お腹の中でアルコールを感じてる今。で、若い頃本当にこれが嫌だった。飲めないのが。飲めないとさ、そんなしか飲めないのみたいなさ、もっといけるっしょみたいな。いけねえよ。マジで、酒強い奴らの感覚ってバグってっから、それを弱い人たちに向けないでほしいってマジで永遠に思ってたね、あの頃の私。お酒なんか飲まなくてもあんたたちのテンションなんかついていけっからもう静かにしてみたいな。誕生日に、その前のマックの4人と、あとピオって言って、名前また変なんだけど、ピオって言って今ロサンゼルスにいるんだけど、その子たちともう初めてクラブに行ったの。私ね、クラブなんて行かないの、まず。地下で暗くってもうパンパカパンパカパン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 してんじゃん。ライトが。そこでお酒飲まれても酔っ払うじゃん。ノリで誕生日の日にみんなで行ったの、クラブに。そんでみんなが誕生日だよーつって、イエーガーテキーラのちょっと優しいバージョンのイエーガーを4杯おごってやるっつってみんなが言ってくれて、ありがとうみたいな。ありがとうって言ってるけど全然ありがとうと思ってないし、顔面ピクリピクリ。あ、全部マウン飲みなーみたいな。飲みたかねーよって。みんなのご縁だし、こういう酔っ払うのも大事だし、こうやって飲んで4杯。で、そしたらもう、視界がぐるぐるぐるなって、こんなんで、やばかって。一人でこうやってトイレ行って、もう、こんなんなってんの写真。うん、これはもう完全にガン決まってます。で、タクシー行って、一番近かった友達のお家に乗るって言って、でもタクシー、マジ気持ち悪くって、もう、ご飯食いながら話す話じゃないんだけど、歌いながら、おじゃ揺れないでとか言った私。吐きそう。くそとか言って、まあ、キラキラキラピラーってやったんだけど、っていうなってからは一度もないかな。飲食店で働いてるとさ、あんな大人になりたくないなみたいなさ、あるじゃん。みんな酔っ払ってる大人を見て、うわーみたいな思っちゃってたの。 3% でこれよ。コストいいでー。居酒屋行ってもいっぱい上待ってっからね、マジで。しかもだるがらみとかしまねんで。飲めよお前、飲めよお前、飲めよ、飲んでなくないわうわうとかさ。それがさ、悪いと思われたくないからさ、行くぞーとかやるけどさ、マジで飲みたくないの本心。いや、わかる人いない？わかるよね。待って、マジ飲めるかな。マジ、待って、ね、ほんとお水とかじゃない、マジで。お水の話やってしてんの、マジで。ねえケンタ、ねえケンタ、お水の話してんの。マジお水とかマジで負の連鎖。ケンタ空気読んで。空気。ね。店員さん水いらないです。水いらない。店員さん、ハイボール持ってこなかったらマジで怒るよ。炭酸だからもうお腹いっぱいになってきた。よろしくお願いできましたね。今日で覚えてきちゃったよ。なんかさ、カシスオレンジがぶりっ子のお酒みたいなイメージあるやん。あれなくしてくれん？普通に、まあ、カシスオレンジは頼まないんだけど、カシスウーロン飲むのよ。いや、カシスウーロンでお願いします、みたいな言うじゃん。カシスウーロンみたいな。カシスウーロンなんて超皮じゃんみたいな。勘弁して？ぶりっこしてんなら最初からぶりっこしてっから、みたいな。赤いと可愛いじゃん、みたいになるけどさ、全く可愛くないからね。赤いと、ニキビ跡とかも浮き上がってくるし、私たち透明だからいいけど、近く寄ってみ？地獄よ。おーでもお酒ってさ、こうやって自分が飲みたい時にさ、こうやってさ、ちょびちょび飲んで、するのが一番美味しくない？だからマジでお酒を許容するのやめよ。あ、うめえ。パラスパッパレーンアンバルレン来てる。え、これバレてきた。Hey!
手先うまい。はい。はい。はい。照り焼き。はい。照り焼き。はい。落ちた。あら、会食。あ、お腹いっぱいやってきた。炭酸飲むとさ、そうなんだよね。私、本当にお酒飲めなくって、すぐ顔赤くなっちゃうんですよ。かわいい。そんなことないんですけど、全然そんなことないんですけど、もうほろ酔い一貫でほろ酔いです。へぇ！ちょっと。おぉ。カンカンカーン！めっちゃ、いい感じ。デデレデデデレデデデレデレデイエーイかー近所迷惑挑戦ってこのコットタン考えてみて今6時ぐらいでしょご飯食べて暗くしてプロジェクターで見てアイス食べてってやったからお風呂入ってあつ盛りして寝る幸せって大きなことじゃなくって頻度なのって最近本当思う。幸せになりたいとか幸せになるにはどうしたらいいですかとかそういう質問あるかもしれないけど幸せってそこら中にあんのよ。あらあらららここで照明立てますか照明さん。はい、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。初めて YouTube 上でお酒を飲んだからあんま大差ないかなみたいな、あるかもしんないけど、いつもより、マジで、ハッピーコールイエーイスプロポポコポンみたいな感じになります。私、今度お酒飲んでバイオハザード配信してはどうなるかなってわけで、今日も最後まで見てくださって、本当にありがとうございました。もし、よろしければ、チャンネル登録、高評価、コメントなどどうも、おねおろ高評価も、押せないのか？押すか？ポチ。皆さん、お待ちしておりまーす。今日は金曜日ですので、素敵な金曜日と、これから週末なので、土日をお過ごしくださーい。それでは皆さん、せーの、チャンネルだーあーイエーイ。あー、すごい、こう見ると本当に赤いやん。私の肌なんて白いから、なんか、いちごミルクみたい。チャンネル登録よ。登録、登録、登録、登録。おいやいやいや、チャンネル登録、お願いします。チャンネル、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 登録お願いします。お願いします。